begin our meeting. Start, you said to the Hase, Pablo Nick.設備つくば市那須雅美高校鈴木よろしくお願いします。王の町だ。 No?ビッグラインナップだったらこれやろうとか、スモールラインナップでスクリーンゲームでっていろいろプランはあるけど、その前のところの部分で今できてないところばっかりだから。There's lots of things. Ready, man. We gotta come out ready, all of us. You know, all of us, including the coaching staff, everyone. You know, we can't overlook these games. 全員です。エナジーで相手に勝とう。このまま持ってかれるよ、このままだと。If this is how we're gonna play, うちの方がそう熱いんだから。We're a deeper team, guys. いい。全員でエナジー出して、もう一回20分行こう。いいね。試合が終了いたしました。ご覧いただきましたように、本日のゲーム、得点は72対66。まあ自分のゲームプランのね責任もあると思うし、そこはもう part of it due to my game plan. 真摯に反省して、いろんなところで相手が上回ったところもあったと思う。In various areas. みんなで反省して切り替えて。チームオンスリー、ワンツースリー。スリー。まあ、全体的に相手の方がエナジーが高くて試合をコントロールされた印象があります。しっかり修正して、ちょっと怪我人も出てますけど、なんすかね、なんかこう、なんでしょうね。実際難しい試合になっちゃいましたね。まあまあでも序盤でこういう現象が起きて、そこから自分たちがどう学ぶかのところなので、まあそうっすね、いい強くなるためには必要って今言おうと思ったけど、なんでしょうね。ゴー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 、何も恐れずというか、安も含めてやってくれてて、コーチ陣がずっとね、ワークアウト、本当に毎日2連なんじゃないかっていうぐらい、毎日毎日やってくれて、そういう成果が出てるのかなと思いますけど。
もう嬉しくてたまんなかったです。来たーん。いやもう完全に中盤はもう増田が起点になって、ポストアップもそうですし、ピックアンドロールからアシストとか彼の時間帯があったので、それはすごいチームにめちゃめちゃいい仕事してくれたなと思います。まだまだいけるんじゃないですか。今年はブレイクすると思いますよ。まだ全然です。先輩らはやっぱ上手いんで、はい、ちょっとでも追いついて、まあわよくば追い越せればいいなみたいな感じで頑張ります。いやもう悔しいですよ、めちゃめちゃ。そうですね、ちょっと今日来ましたけど、でもね、やっぱそれで悔しいって思えなかったらもうプロとしてやる資格がないと思う。それをしっかり力に変えて、もう日々の練習でアピールして試合で結果を残すしかないと思います。一緒にやってた仲間なんで、ちょっと不思議な気持ちですけど、まあ出たら楽しみたいと思います。準備しとけ、チャンスあるぞっていうのは言われ続けてきて、それが一つのモチベーションにもなってる。練習のための練習やってもね、結果につなげないと。MVP の発表に移らせていただきます。本日 MVP に選出されたのはナンバー4、ヤスアオキ。そうですね、なんかあまり安堵感とかはなくて、はい、なんかやることをやれば結果が出るんじゃないかなと思ってるので、これからも引き締めていきたいと思います。また同じことすんのか？移動としてないなよ。川崎。89対83で琉球ゴールデンキングスが勝利を収めました。両チームの健闘に大きな拍手をお送りください。昨日の試合からね、みんな本当によくカムバックしてくれたと思うし、はい、天気切り替えて次向かいましょう。はい、どうもおいで。
切り替えよう。動画が悪かったか反省して、今切り替えて、Now. まだ続くからね、戦いは続くから。うまくいかない時もある。しっかりメンタルコントロールして、Focus on what we can control. もう一回積極的にアグレッシブにできるように今から準備しよう。Prepare one. チーム状況的にはね、ちょっと、ドイツカード連敗したのと、けが人出てるのと、厳しいところはもちろんありますけど、今日はもう足がもげるぐらい動きますせ、ね、え、ごさんごさんって言うといて、試合で見とけよって感じの挨拶。じゃあ、久しぶりから。もう、ワーシンさん、ブレックです。前回行きましょう。そして全員の力が必要。We need everybody. We need everybody. 力が必要。もう全開でやって、Everybody's power. Everybody's power. コートでエナジー出して。Okay. いいね。Leave it all out on the floor. 繋いで粘って、粘って、粘って、粘って。Stay aggressive, keep up, stay on that track. Alright, 20 minutes, we're ready to go. Go! Team Rebel Team, 1, 2, 3! You're ready! しました。現在77。
っぱりこのチーム状況ですし、前節で連敗をしてしまったので、やっぱりこの強豪千葉ジェッツ相手に、やっぱ自分たちも最高の準備をして、本当に気持ちも作ってきたので、まあ、その結果がこうやって勝利につながったので、本当に多分僕もですけど、みんなも最高に嬉しかったと思います。何年ぶりやこれ。マティアス、マスの。パパ今日勝って嬉しい。知らねえ。マスだ。今日勝って嬉しいでしょ。マスだもん。選手たちがゲームプランを最後まで遂行して、いいバスケットができました、はい、試合前にケンジさんがフルスロットルっていう言葉をホワイトボードに書いて、あの言葉は選手にすごく響いたと思いますね。チームとしてすごい良かったですね。こんだけいないともう開き直るしかないんですよ、逆に言うと。やっぱりケンジさんのそのやっぱミーティングでの持っていき方とか、上手だなって改めて思います。みんなが前向きにこうやろうぜっていう気持ちにさせるパワーをやっぱりケンジさんの言葉を持ってるなって思いますね。グッケン。試合はお疲れ様でした、まあ、非常に、ね、いい内容でいい試合ができたと思います。 We're working the last game. しかしシンプルにやるべきことをしっかり共有して、あと2試合で同じことをやりきるぐらいのつもりでいくしかないと思います。 So it's continue. It's still important.、まあ、チーム状況としてはね、マットが合流して試合に出れる。Okay, so from this weekend's games, the one pass away guy's gonna really do. Rotation, rotation. Two ball.チームをしっかりコントロールしなきゃいけないっていう部分もそうだし、ベンチで見てて
必要なことをやってその試合の流れを変えるとかそういう役目できると思っています的な感じで言ってもらって気持ちよくやりましょうって感じ乗せられるのは得意なんだand the games will continue.